はい、吉井翔吾です。よろしくお願いいたします。今僕自身はその力入れてやってることは和楽送電というそのプロジェクトをやっていて、でその一番最初に始めたのはその今日本の音楽って実は日本の音楽の中でもジャンル分けされてるわけですよね。例えば雅楽があったりだとか能楽とか歌舞伎があったりだとか、でそれで民族芸能みたいなものがあって、言ってみたら日本の伝統と呼ばれる音楽の中にもストリームができてるわけですよね。でそれをもっと総体として見られる聴ける音楽がないかなというふうに思っていて、一方ではアカデミックにすごく整えられた日本音楽というものと、すごくある意味その粗野な部分を残してある意味なんていうのかな、野趣というか自然の力を持った音楽っていうのが大きく分けて二分されてしまってるとは思っていて、でそれがもっとつながっていくような音楽っていうのができないかな。アカデミックですごく統制されてその美しいというふうにされる舞台音楽の部分と、力強くて血が騒ぐようなみたいないうものがもっと融合される音楽がやってみたいなというふうに思っていて、でそれを和楽送電という形で今音楽活動をしています。世界の外国でやってる太鼓の人たちを見たときに、あ、日本の文化が流行ってるんだみたいな見方しちゃうところも若干はあると思うんだけど、そうじゃなくて外国の太鼓からもすごく学ぶところがあるということを日本国内の太鼓の人には知ってもらいたいという気持ちはあるんですよね。でもう本当に例えばその日系のカルチャーにしても、1920年代に本当に日本からみんな横浜ここからみんな渡って、それで向こうでその新しい生活をする中で、どうやって日本の文化というものを自分たちのアイデンティティを保ちながらやるかということを、本当になんていうのかな、多国籍の多文化の中で自分たちの文化とは何ぞやということをずっと蓄積してきている知恵があるわけですよね。だから明治時代ぐらいの感覚がまだ実は日系カルチャーの中に生きているような気もする時もあるし、かといってちゃんと捨てるとこは捨ててて、これは別にいらないよねっていうところはもう完璧になくなってるみたいないうのもあるし、そういう学ぶところがすごくあって、僕一つ感動したのは、なんかそのある日系の友人が僕の浴衣を畳んでくれたんですけど、全然畳み方が違うんですよ。でも綺麗に畳んである。で、え、何この畳み方って言ったら、いやこれ実は日系の畳み方で、これ洋服ダンスに入る浴衣の畳み方なんですよ。でその和ダンスがなかったから洋服ダンスに浴衣が入るように畳む畳み方なんですって言って渡してくれて、その時に、あ、こういうことだよなみたいな。僕たち家でしまう時、僕だって和ダンスに入れちゃうし浴衣で、洋服ダンスに入れるんだったら洋服ダンスに畳めるようにしたらよかったのに、そういうことに考えたこともなかったんですよね。やっぱり僕は日本で生まれて、その日本で育って、日本語で生活していて、子供の頃もやっぱり日本の自然の中で遊んできたし、学生時代はいろんな祭り芸能を見学しに行ったりだとかしながら、そういう中で見た景色だとか、そういう美しい日本の景色もたくさん見てきたし、だからその自分らしさ、舞台を作るときに自分らしさというふうなことを求めたときに、やっぱりその日本らしさみたいないうことは無視できない、やっぱりそこは大事にしていきたいなというふうに思ってます。やっぱり大いに表現は自由でいきたいけど、そこのところにやっぱり軸を持ってないと、なんか糸が切れたタコみたいにそのバーって風をはらんで飛んでいくけど、軸がなくなっちゃったらそのまま自由には飛んでいけるけど落ちてっちゃうみたいないうことにならないように、どっかちゃんと自分の中でこう手綱握ってて、これを軸に自由でありたいっていうようなところはやっぱり気をつけるようにしています。
太鼓はやっぱり古くから口唱歌っていうその口伝によって伝わってきてるわけだから、でも結構その口唱歌のそのなんていうのかな、発音と打法のつながりっていうもの自体ってまだ太鼓界でちゃんと研究され尽くしてないっていうか未熟なところがあると思っていて、譜面で書かれたものを再現する太鼓音楽っていうのとその口唱歌でやる太鼓っていうのがそのちゃんとつながりきってないし、でその時のそのなんていうのかな、身体的にどういうふうに体が動いているかとかそういうところまではいけていないと思うんですね。で僕が今思ってるのはその例えば日本語で言ったら雨っていうのはレインのことですよね、レインのことでそんで雨はキャンディーのことですけど、まあ、2つの発音にはその明確な違いがあって、でその音の違いで聞き分けてるんですね。でこの2種類を太鼓の音のように発音してみると、例えば雨だったらドドって言うし、雨だったらドドってこういうふうに言ってるわけですね。でもっと細かく言うとこの雨のあとその雨のあって実は違うんですよね。具体的に言うとそのまずドラムのダウンストロークとアップストロークにもすごく近いところがあると思うんですけど、ドっていうのは重心が下に落ちてから打たれるドっていうのと、重心が上がるときに打たれるドっていうのがあって、ドドドドっていうのがある。でこれ僕は下に重心が落ちてから打つものを打ちと呼んでいて、で重心が上がってから叩かれるものを叩きって呼んでる。まあ、日本語で調べると打つっていうのは外から中に入れるっていう意味で、叩くっていうのは外から内から外に出すことを言うんですけれども、でそのだから打つっていうのは重心が落ちてグッと落ちてからドーンって打つ、で叩くっていうのは重心が上がってから打たれるもので、そこにドーンと、これが打ち叩き打ち叩きっていうものがあるというふうに認識していて、で民族芸能を今度いろいろ調べていくと、それだけじゃなくてその例えば重心を入れてその後に跳ねるようにこう打つというかドーンとやるのがあって、でそれを打ちはたきって僕は呼んでいて、一度重心を下げてからそれを整えてバーンと、そうすると最後の腕っていうのは上に上がってくる。あと打ち込みっていうのを呼んでて、これは打つっていう動作で、これ打つっていう動作ってさっき言ったみたいに腰を入れてからやるんですけど、これ別に一発だけじゃなくて複数のリズムを打つことができる。例えばどこって2発打つどこもできるし、どこどんもいけるし、どこどこもいけるんですけど、これがずっと続く場合もある。例えばどこどこどこっていく場合もあるし、それがどんどこどんどこっていく場合もあるし、ある一回腰をグッと入れたらそのままキープしてずっと打ち切る。でこれ打ち込みって僕は呼んでいて、打ちながらこう込めておくっていうか、そのままキープするみたいな。でこれこういう口唱歌と身体法みたいなものをもっともっとなんていうのかな、掛け合わせる必要があるんですね。で僕自身はその鼓動時代もその金子龍太郎さんの理論というものにすごくなんていうのかな、影響を受けたし、でそれはそのいかに体を使うかっていう中で、その筋力で太鼓を打つんじゃなくてその脱力で太鼓を打つ、でそれは重力と地球とつながっていくことだっていうその理論なんですけど、で彼のそのまあ緩み打法っていうものも勉強しながらすごく思ったのは、その日本の例えば農作業だとかそのまあいわゆる第一次産業に関わる人たちは長い時間作業をやるから本当に重力を使いながら体を動かしてるんですね。でもともと日本人ってその体もそんなに大きくならないし、その筋肉量も少ないし、それから手足も短いしバネもないし、だからそういう中で自然との中の生活の中で培ってきた身体法ってやっぱり足腰文化だし、でそれはその丹田を使う身体法なんですよね。まあ、だからもっと言ったら丹田を使うというか、丹田を軸に重力を使うっていう身体法なわけですよね。その技術の上達って無駄がなくなっていくことで、
無駄がなくなっていくことって自然化していくことなわけですよね。で、自然化していく、つまり上達していくっていうことは、より地球との距離が近くなっていくっていうことだと思っていて、で、そういうことがその今の太鼓音楽の中にもっともっと活かせるし、その身体術とそれから口唱が発音と、で、そういうことを生かしていくと、もっともっとその土というかその地球とつながっていくような感覚の中で太鼓が打てるようになってくるっていうようなことをもっともっとできると思っているんです。だからそういう自然発生的な太鼓って結構意外とバリエーションがあって魅力的だと僕は思っていて、そういうことがもっともっと今の太鼓の中に生かされていいなと思っているんです。で、例えば面白いのはなんかね、田んぼの発芽の時に叩かれる太鼓は田んぼの神様が驚くから、あんまり大きな音を出しちゃいけないからすって叩くとか虫送りとか、その邪気払いみたいな、その何か悪いものを追い払う太鼓っていうのはやっぱり音量必要だし迫力必要だし、そういうものもある。舞台のね、やっぱりその舞台芸術として培われてきた太鼓っていうのはやっぱりその情景が見えてこなくちゃいけないというふうに思ってるんです。で、そういういろんなそのバリエーションがあるし、こういった古来の自然と人との関わりの中で生まれてきたこの太鼓の音っていうものがやっぱりそれはすごくいろんな様々な技術と知恵が詰め込まれてると思っているんですね。だからそういう日本の古の、 その感性とかその英知が蓄積された太鼓の音をもっとちゃんと素材化して、その創作の太鼓の現場、これから作られていく太鼓の音に生かされるべきだというふうに考えていて、そういう古の音自体がそのこれからの未来の太鼓舞台表現につながっていってほしいというふうに今は思っています。